こんにちは、タカさん。お疲れ様です。いつも気になる男シリーズを送っていただきましてありがとうございます。えー、今回の気になる男シリーズは129話になりますけども、もちろんタカさん以外の方にもいろんな、ね、気づきや発見があるように、こうやって動画の方を一般公開にしてお届けしてるわけなんですけども、やっぱりね、当初の再生数から比べてどん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 再生数は落ちてくる、別の言い方をしたら絞り込まれていく傾向にあります。まあ、というのが最初は興味本位で、 お新しいシリーズだどんなやつなのかなっていうふうに試しに聞いてみる方っていると思うんですよで話を続けていけば続けていくほど前の話が踏み台になってもっとね深く突っ込んだ話になってきますまあ中にはとても自分には受け入れられないの神経を魚でするような内容で不快だって思って離脱する人もいるかもしれませんけども多分ね100話を超えたあたりから売り上げが立ち始めたあたりからこの動画にずっとついてきてくださってる方っていうのは いや本当にこのシリーズをまるでねあの、月曜日9時にあるドラマの続編のように見ていただいているんではなかろうかと思います。まあ、ですので、もっともっと、ね、突っ込んだ内容でお話できるのかなと思うんですよね。また、今までの話が踏み台になるわけですから、今までずっと動画を見ている方には、ものすごく腑に落ちることだったりとか、腑に落ちないけども十分理解できることとか。 そういうふうな共通点とか、場合によっては共通しない部分が浮き彫りになってくる。も、ま、う、あ、そういうふうにして関係が深まっていくんではなかろうかと思います。で、最もこの関係が深まったのが、誰やろう、タカさんですよね。タカさんは変身動画を作るという建前から、私の動画を見ざるを得ないんですよ。つまりこの気になるとこシリーズの出演者でもあるんだけども、一番のファンとも言いますよね。これは反対側では私も同じことが言えます。自分の送ってきた動画に対して、どんなアプローチがあるだろうか。 どんな反応があるだろうか中にはもしかしたらタカさんが思っても見ないような角度からの私の考えによってこれは違うよそうじゃないんだよっていうふうに感じることもあるかもしれませんがでも一旦はね全て受け取ってそういう考えのもと見てみたらどうかな考えてみたらどうかなっていうふうに自分の立ち位置をあっちにもこっちにも変えれるところが YouTuber ーーとしての、まあ、才能があるんじゃないかなと僭越ながら私がねタカさんに対して敬意を持って。 ここうややっってててりりり取りさせてもらってるところになりますで今回最初に補足の方をお話ししようと思います補足っていうのはどういうことかっていうと例えば今回動画の129話を私が撮るわけですけどもその129話が前回の128話を元にして撮るわけなんですよねでも128話はタカさんが送ってくるのと同時にいろんなメールで文章でまあ補足してくださってるのがタカさんの私への送り方なんですよね まあですので、その文章で動画に入ってない部分、もしくは動画を補填している部分に対して、私が補足動画っていう形で、129話を撮った後に、プラスアルファするわけなんですけども、今回は先に補足の方をさせていただきます。あのー、やっぱりね、家族と自分の関係、これがね、非常に曖昧で分かりにくくって、伝わってるだろう、このぐらいみたいなね、そういったギャップでモヤモヤするところがあります。場合によっては家族から見て、 私たち在宅で YouTube を作ってる仕事をしている人っていうのはね、あの、遊んでるようにしか見えないっていうふうに感じてもしょうがない部分があると思うんですよ。ね、例えば私は、車載動画って言って、車に乗ってドライブをするところをね、動画で撮ったりするわけなんですよ。ドライブしに行ってる。なんかリラックスしに行ったのかなっていうふうに、YouTube をやってない立場から見ると、客観的にそう見えて当然だと思います。で、例えば、あの、この前もね、 なんかこう、通販で買ったものを紹介するコーナーとかラーメンや菓子パンを食べてるところを実況するやつっていうのをたまにやるんですけどもそれ傍から見て楽しそうに遊んでるようにしか見えない気楽だよねっていう見えるわけですよねうんだからねユーチューバー活動としてコンテンツを作る上で何をネタに選ぶのかっていつも気を張っていたりとかねじゃあその動画コンテンツを作る際にどんな言葉だったら伝わりやすいかもしくは意外性のあるキーワードをぶっ込んでいって人目を引いたりとか今まで 関心のなかった人に対してどういうふうにね、えー、近づいていくかってことを様々考える中で、24時間365日、すべての1秒が YouTuber にとってはネタであり勝負だったりするわけなんですよ。で、ぼーっとしてる時間なんてないわけですよね。でもそれに対して、ぼーっとしてる家族はあえて言いますけども、遊んでるようにしか私たちの姿は見えないかもしれません。そういう瞬間が少なくともあるでしょう。でも、遊んでるようにしか見えないかもしれませんけども、実際遊んでるのはお前らだという話でしょう。 <laughs> 私たちの作ったお金私たちが余裕を家族のために作ってあげてその家族はその余裕の中で本当に余裕な暮らしをしてね3食昼寝つきをやってのけるわけですよでしかも何にお金をつこうかっていつも考えてるんですよねでお金が足りなくなると家計の相談は当然日々稼いでる私たち YouTuber に来るわけですよ、ね、さらにやれということなんですよね ちょっと過労死の話もどっかでしたと思いますけどもあのまあ一家の主としてねお金を稼ぐってところに責任があるのは分かりますけどももしお金を稼ぐことに疲れた時それでも稼いでくるのがあなたの仕事よって言ってケツを叩いて会社に送り出すのかもうね頭プスプスってる状態でもうねもう目もあんまり見えなくなってきたもうとしてる状態の中でもっと動画作ってよってね消しかけるのかそれとも 遊んでるよようにしか見ないよっていう風に落ち込ませてしまうのか家族が癒しになるのかそれともね嫌いと書いた癒しになるのかこれは大きな問題ですよ <laughs> ですんでね少なくとも身内には YouTube を続けることがどんなに困難なことなのか毎日このパソコンの作業をね没頭することっていうのがどれだけ一部の人にしかできないのかさらにそこからお金を稼いでくるわけなんですようん一人前じゃないですよ 家族3人分4人分の金をずっと稼いでくるっていう、この、まあ、追い詰められ感、プレッシャー、不安、こういった気持ち、多分分からないと思います。分からないと思うんだけども、実際に YouTube で家計を支えているお父さんの身になるってことはできないし、多分ね、じゃあ自分もその活動を手伝うために YouTube 始めるわってなんないでしょう。できれば YouTube やりたくないし。 YouTube は楽しみのために見るけども自分がね知恵を絞って労力をかけて誰かを楽しましてそこから収入を得るほどのレベルのものを作ろうそのために自分を鍛えていこうとか思わないわけですよだから大変なことは全部ね、うん、お父さんに任てといてで豊かな暮らしを送ろう楽しい暮らしを送ろうでもこのぐらいとても贅沢じゃないわねっていうふうにあぐらをかいちゃうその姿があったりするんじゃないかなかと思います まあなんかねズバズバと言ってるような感じがしますけどもいやそういうふうに冷静に見れてでもそれでも別に構わないんだよっていうふうな、あのー、言ってみればね包容力が大事になってくるんですよじゃあ包容力って言葉を使いましたんでちょっとここでね家族の中の役割分担を生産者消費者という側面から感情的な部分自分が稼いで家族全体を養うこの包容力これが、うん、やっぱり稼ぎ手に問われている 器の大きさですよね。それに引き換えて、まあ消費だけする家族っていうのは、まあ依存型ではありますよね。お父さんがいなければ、うちは困っちゃう。お父さんの収入がなかったらもうやっていけません。もう完全に依存してるわけなんですよ。まあ依存というふうに自覚はしてないでしょうけどね。だからこそなんですよ。 なんでお父さんのの健康を管理するのかお父さんが働きやすい環境を作ろうとしているのかそれは結局は自分の暮らしを守るためであってお父さんの稼ぎもしくはお父さんの存在っていうのは単なる道具なんですよねお金が入ってくるんだったら別にお父さんじゃなくてもいいやっていうところがありますでもそこに恋愛というこういった心理が絡んできてでもできれば自分の受け入れた人お父さんがいいよねお金が入ってくれば 現金だろろうううががが再婚相手だなででもいいいっっっててわけじゃなくてできればこの人がいいよねっていうふうに、まあ、どっかで思思ってくれるんじゃなないいかなと思いますで、それすらも依存といえば依存なんですけどもでもねそういうね身にっちいこと言わずに、うん、めんどくさいこと俺に任してばっかりじゃないかよ俺はここまで頑張ったんだからお前何やってんだよってこのぐらいの家事しかできないのかじゃなくってねいいんだよともう俺の活動のおかげでのんびりと暮らせるなんて素晴らしい環境を俺は家族に対して 提供してるんだろうかとねえおいとよそのもし奥さんとママ友と話すことがあったら大いにうちの家庭は本当にありがたいですよって自慢してくれよなとうちの旦那しょうおまないのよと安月給でねこき使われて誰で,で何か楽しいのかしら仕事人間がっていうふうにねバカにするんじゃなくてどんな手段を用いてるのか深く分からないけども YouTube っていうものを通じて多くの方に 自分の表現ををししてそこからお金を生み出してるうんなかなかできることじゃない素晴らしい人を私は選んだなと今更思いますよだって結婚した当初は YouTube で自分たちを養ってくれるなんていうそんなことが見えてたわけじゃなくって普通のサラリーマンとして頑張ってる姿にあこの人だったら大変な中でもやっていけるかなとできる限り私はこの人を支えて励ましていこうかなと思ったのにある日突然 YouTuber になってい聞いてないよ 大丈夫なのと思ったけどあれ YouTube で養ってくれてるわと新しいことに挑戦してそれをね実を結んで形にして私たちを養ってくれるそしてなるべく同じ空間に自分の身を置いてくれるっていうねその姿を見る時に遊んでるように見えることもあるけどもあでもその姿すら私たちへのプレゼントなんだな愛情なんだな包容力なんだなと思ったらいや本当に良かったっていうにね奥さんや子供が思ってくれて。 そういうふうに奥さんが言ってくれれば子供もねお父さん遊んでばっかり家にいるのになんで相手してくれないんだよじゃなくってお父さんは多くの人にはできない稀な存在なんだとうちは特別なんだこの平凡な暮らしかもしれないけども特別な支え方をしてるんだなっていうふうに子供たちも思って YouTuber ってすげえなと自宅でパソコンで本当にお金を稼いでるすごいな お父さんんはこう言うんですよ俺がなお前たちの頃うん5歳6歳小学生の頃将来はパソコンで仕事も勉強もするようになるんですよっていうふうな未来の構図を絵本で見たよと実際お父さんはそうなったよと時代はまだ出勤してそして仕事して帰ってくるっていうふうな通勤時刻があるけれども父さんはとりあえずそこから抜け出せて このの過程の中では未来を実現するよっていう,ふうにもしかしたら言えるのかもしれないですよね。じゃあ子供たちをお前は今想像した大人になったらこうしたいっていう未来をワールドワイドではなくても自分の周りだけで実現できるかなっていうふうに自信を持って問いかけることもできるんじゃないかろうかと思うんですね。はい、じゃあキーワードとしては「依存と包容力」っていうこの対の関係が家族を強く結びつけるというふうに考えることもできるかなっていうんですよ。 依存対依存っていうのは共依存っていう関係でそれはそれでうまくいくみたいですけどねでも包容力対包容力っていうのもお互いに気遣うっていう意味ではこれもうまくいくというふうに思いますそして依存心のある人と包容力のある人の組み合わせこれは最高に合致しますただし自分は包容力があるからそれを一方的に依存してくれ大丈夫だよっていうふうな気持ちそこにね なんで自分ばっかりこうやってやってあげないといけないんだよって不満を持たないことそれぞれの立場それぞれの役割があって俺は家族を養うことで見栄を張れるそして家族は頼もしい人と一緒に過ごせて幸せだわと、うん、与えてもらってばっかりでありがたいねっていうふうに素直に受け取ってくれるか、まあ、この組み合わせこの関係もまたね、えー、安定をもたらすんではなかろうかと思います今の立場に 疑問を持つんだったらその疑問を早く解いていいいいてかないといけなとけしあそういうもんなんだと分かってもらえないところはあるけどもそれも込みで人生なんだなと愛情なんだな家族なんだなっていうふうに悟ることができればもうね何も迷うことはなくていろんな不満をぶつけられてもその不満当然あるよねとでもその不満ごと家族なんだよなっていうふうに達観することができるんじゃないかなと思いますよね。 はい、で家族対ビジネスという問題ですけどもこの問題に対してはねやっぱり YouTube 活動という新しい活動をする上ではどうしてもね、あのー、完全に理解できなくても、うんまあ、抱えながらやっていくところではあると思うんですよ。うん、でいろんな不公平が世の中にありますけどもそれも込みなんですよね人生って不公平もあるけれどもまあそれでもいい人生だよねと。そのの不公平も込みで自分がどのように 人生を紡ぎ出してていくのかってことですだからね奥さんに対する愛情子供に対する愛情ってのは送りっぱななしで、OK、なんですよ自分が幼い頃お母さんから一方的に愛情をもらったように何の恩返しもできないけれどもでも送り続けるその立場が今来たんだろうなと何の恩返しももらえてないけれどもでも自分の愛情や包容力を受け取ってもらえることがそれがもう最大の報酬なんだと思うことでしょう。 これっていうのは、ね、結局 YouTube 活動と同じなんですよ。YouTube 活動っていうのもその自分の作った動画コンテンツを見ていただけることがすでに恩返しなんですよ。ね、だから再生してくれてありがとうと、見てくれてありがとう。自分の送った動画コンテンツを受け取ってくれてありがとうなんですよね。そこにたどり着くと YouTube 活動っていうのは非常に 楽ししくくななってくるのかなと思いますし YouTube を通じて苦しいことすら YouTube のネタにしてしまうとかね <laughs> そんなことにもなるかなとあらゆるトラブルが YouTube のネタになりそこから共感や反応を得れるということで、まあ、多くの方とつながっていきますしそのつながりから生まれるのが報酬だという形なんですよねつまりつながればセールスができますんで セールスっていうのは見てる人の一番必要としているものをやっていくことになると思うんですよね。はい、長々とお話し,しましたけれども、じゃあ本編の方にこれから入っていきましょう。えっ、ー、とね、やっぱね、あのー、今回なんですけども、私が思ったのはあの、タカさんのメルマガのスタイルですよね。4つの今カテゴリーに決めているということだったんですけども、まずは気になる覆面 y o u t u b e の朝6時。このライブ放送って、今一番 今日の時点で自分が訴えかけたいことを、まあ、例えば5分とか10分にまとめてワンセンテンスをお伝えするということになります。私の朝のライブ放送でも、今日はじゃあ50代のこれからの人生についてお話ししていこうと思います。もしくは50代、40代の恋愛についてお話ししていこうかと思います。つまり、お金の問題解決のこともあれば、あの恋愛の問題解決のこともあったり、健康面でね、どのように体を作っていくかとか、あ衰えた機能を 保護していくか補助していくかっていう風なアイディアとかねそれから仕事に対してどう向かっていけばいいなっていう,うに、あに例の4つのテーマで順繰り順繰りに話してるんですよでそこについたコメントに対してお返ししてると30分ってあっという間なんでねちょっと足りないぐらいなんですよねでも30分でちょっと足りないぐらいで消化不良を起こすぐらいで終了していくのもまたこのライブ放送の面白さっていうんですかね その分、コメントが盛り上がっていったってことになると思いますんで、多分高さも同じようにやっていけるんではなかろうかと思います。で、コンテンツの二つ目なんですけども、覆面 y o u t u b e r t t v ってやつですね。これもなんかね、どっかで聞いたような感じのタイトルですけども、素敵なんじゃないですかどんなテーマでお話しするのかってことは、これから分かってくると思いますけども、三つ目の覆面 YouTuber 知恵袋。まあ、これはもう定番になりましたよね。そして90秒で100万稼ぐ。これも実際に90秒動画をいっぱい作って、その中で、 えー、再生回数に応じた報酬を得ていってあ確かに100万稼げるよねっていう風な道筋が引けると思うんですよなんせねずっと実績が出たことしか発表してない報道してないんでこれが大きな信用構築につながるんじゃないかろうかと思いますねもっと詳しく教えてくださいっていう風な問い合わせがしやすいように動画を作っていくと思っていいと思いますはい、えー これね、リンクを案内するだけっていうのが、前に続けるミソに気づいたのが非常に大きい。そう、リンクを紹介するんだけども、このリンクの中には、何が書いてあるかってことをねあの、キャッチコピーをつけるっていう練習にもなりますんで、そうすると、コピー次第で URL がクリックされるか、それともコピーがね、ちょっとややこしくってクリックされない、大事な動画なのにクリックされないってこともありますんで、多分ね、クリックさせるコピーを書く練習にもなると思います。反応がすぐ見えますんでね。 内容はリンクだけ、でもメールのタイトルだけをクリックしたくないような形でタイトルつけようと思ってますって書いてますけど、本当その通りですよね。結局これも YouTube と同じですね。ほんとその通りなんですよ。全部ね、YouTube の中に入ってます。サムネイルによってクリックさせるかどうか、それからタイトルによってクリックさせる、もしくはこれが検索がかかりやすいようにさせるかどうか、そして内容が良ければ、次の動画も期待してるよっていう意味で、いいねボタンやチャンネル登録が起きるってことですよね。すべてこういうふうな共通項にまとまってるんじゃないかなかと思いますね。 いかにタイトルで興味もくか、クリックされるまではメルマガも分からないタイトルで意識しないといけないなと。で、そのタイトルっていうのは今、多くの方が関心をしている。例えばね、場合によっては、ロシア、ウクライナ問題とか、物価高騰とか、物価高騰対策による補助金のこととかっていうふうに広げていくこともできると思いますし、未だ続く感染症、この感染症は本当に脅威なんでしょうかとかね、もっと脅威に感じることは私たちは何でしょうかそれは今日お金が稼げないことでしょうとかね。あとは、まあ、ああの、 予防注射の問題もも、ありますけれども予防注射においても健康被害を被っている人もいるしそれを報道しないマスコミっていう立場のこともあるし一体私たちは何によって誰によって誘導されているのかってことを YouTube によって報道していくってこともありますしねでもっと言うと私たちが誘導しようとしているのは誰なのか YouTuber として視聴者さんを一定の方向に導こうとしているわけなんですよねそれはどこに向かうかっていうとそうセールスなんですよね 結局一番困ったとこころはどこなんですかっていうふうな問いかけを放送にすることによってその問題に関心のある人が再生数として残るとその方に対して問題解決を結局最後は提案していってでお金は払ったんだけども問題が解決できてよかったねっていうふうなね執着液を迎えさるってことになると思いますやっぱ多くの人はいろんな意味で乾きえています。それは食事的に乾いて飢えてるというよりも精神的にいろんな問題に困って その解決方法がなくって乾いて飢えてるんですよね。じゃあそこに YouTuber としてオアシスを用意しておけば、費用は当然かかりますけども、その費用に値することを十分な情報提供ができるんじゃないかなと思いますよね。えー、ということで今回の129話をお届けしました。また感じることがあったらコメント欄などにお書きください。昨日は即果軸のお問い合わせがありまして、販売にもつながりそうなんでね、えー、本当にこの気になる男シリーズのおかげだと思っております。ありがとうございます。